岡山県立水島工業高等学校は岡山県倉敷市西谷町にある県立工業高等学校。通称は水港。水島工業高校は倉敷市水島地区を中心とした産業界で活躍できる人材の育成を目的に1962年に設立された工業高校である。創立以来本格的なものづくり教育を行ってきたが、 2003年からは、環境教育の視点で物づくりを行う、ミシャプロジェクトを立ち上げ、学科を超えた本物の物のづくりを目指して日々取り組んでいる。誠実は人間最高の善である幸君である。誠実は人間最高の善であるのもと、調和の取れた社会人として必要な資質を養うとともに、健康で、紳士的な実践的技術者の養成を通して、 地域社会や保護者に信頼され、期待に応えうる工業高校を目指す。専門語科の生徒、教員が学科の枠を超えて、連携、協力し、ものづくりを行うプロジェクト。各専門家の略称から、ミシャと命名した。平成27年度の実績ウェイトリフティング部、自転車競技部バドミントン部陸上競技部写真部、JR 山陽本線西八駅より、徒歩2分。 ありがとうございます。